仕み1テーマ「ゴミ収集品」ゴミ収集者は1日で地域の200か所を回り自分たちの担当が早く終われば応援に行きますメリットは直営公務員だと給料がそこそこ良いことそして15時半で退勤など早く終わることです ただ、走り回り、たくさんの重いゴミを持つので、長く働いていると腰を壊してしまう人も多いです。作業着なんて匂いと汚れがつくので、洗濯も面倒くさい。前は捨ててあったゲーム機や、売れそうな小型家電などを持って帰ることができて、収入になっていました。ただ今は監視カメラがありできず、給料も上がらず、規律ばかり厳しくなったので、退職者が相次いでいます。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日はゴミ収集員の当事者の口コミを紹介します。口コミ2。 月一で汚物を被る仕事であり、委託だと年収280万円。夏場の不乱した動物の処理や、不法投棄されたゴミも精神的に辛いですね。また、この仕事は労働災害も多いです。 知り合いはゴミを収集車に入れようとした際に被災ビニール製のゴミ袋が左手に絡みつきゴミ収集車の回転盤にゴミ袋と一緒に左手が巻き込まれました幸い途中で機械は止まったものの左肩の下を切断他にもゴミに鋭利なものが混じっていると指の切断やふくらはぎの切創など事例はいくらでもあります口コミ3 収集スタッフの面接を受けましたが辞退しましたまず年間休日数が実は休日出勤数もカウントきちんと年間休日数を数えると法定年間休日数ギリギリそして何歳であろうと新卒並みかそれ以下の発給ゆくゆくは回収コースをすべて暗記しろとのことカーナビとかない時代を生きているのかなメリットはゴミに携わって地域貢献と早く帰れることくらい これで肉体を酷使するのだから定着するわけがない。仕事がきついならせめて給料か休日かどっちかに捨て振りしようよ。現場で働いている従業員がかわいそうです。口コミ4 台風が直撃しても雪が降っても働く仕事。カラスがゴミ袋を破り散らばってしまった生ゴミなども放きとちりとりできれいに片付ける。ただ委託業務だと給料は安い。自分も手取りで15万くらい。あと冗談抜きにリチウム電池はマジで危ないから分別を頼むわ。あれが爆発して市の集積所の破砕機ぶっ壊れたし、2、3ヶ月不燃ゴミ破砕ができなくなって書の機能が停止。市民の不燃ゴミの受け入れができなくなったこともある。燃えるゴミにモバイルバッテリーを入れるのとか勘弁してくれ。 口コミ5現役収集員です7年前にこの仕事に就きましたが最初はとにかくきつくてやばいと嘆いていましたただ7年もやっていると筋肉がついて健康的に痩せることができて本当に良かったですあとスプレー缶がゴミの中に混じっていると本当に火災が発生するので分別をお願いしますライターリチウムイオン電池も原因ですこれを見た方はもう一度確認をしてください4回の火災を経験した収集員からのお願いです口コミ6 会う人にはとことん会う仕事ですね。朝7時30分出社、13時に収集完了。飯はその後食べて、15時までトラックで寝て帰車。そのままバイクで帰っていました。実動2時間程度の日もありましたよ。月手取り24万、ボーナス20万が年2回で土日休み。今振り返ってみても最高な職場でした。現在も委託業務として存在していますが、退職者が僕以降誰もおらず5年間で求人はないとのこと。あ、ガスなどを不燃ゴミに出すのは本当にやめてください。 口コミ7年収900万円は都内とかだけじゃないのかな地方じゃそんなのありえないよ。聞いたことがない。地方都市だと場所によっては清掃業者が市から委託を受けてやっているので、せいぜい年収300万ぐらい。低賃金で同じくらいの重労働だったりするので、間違っても夢のある仕事じゃない。良い部分は定時代者が基本なところと、まず食いっぱぐれないこと。不況だろうと、公共だろうと、コロナだろうと、必ずゴミは出る。やりきりの仕事だから定着率は良いと思う。 あとはちゃんと社会に貢献しているという充実感かな。口コミ8現役正規雇用の清掃原業について39年目です。20代の頃は可燃ごみ回収でしたが分別回収になり可燃ごみが委託になりました。今は高齢者の自宅から粗大ごみの搬出をしています。人員削減で新規採用が激減し職員の9割は55歳以上、65歳以上の定年した職員も非常勤として雇っています。 自分もあらかんですが、古い団地の4階5階からタンスや机などを下ろす作業を毎日10件くらい回っています。やはり老体にはきつい仕事です。現業公務員の給料が土地狂っていると、維新の橋本さんがおっしゃっていましたが、それだけ大変な仕事ですよ。口コミ、9。下請けに押し付けの地もあるぞ。 収集員として20年勤務しているが、年収350万、泣ける。今は都道府県の職員待遇はほとんどなくなり、市区町村の委託ばかりで大変さだけが残った業界。クレームもくだらないものが多いし、1日に回るゴミ置き場の箇所も300から400箇所。人材不足でタイミーにまで募集をかけるくらいで、本当に舐めてくるやつが多い。疲れる。しかもここ最近の夏は尋常じゃないほど暑い。夏場は熱中症で、1人、また1人と倒れるやつが出る。口コミ、10。 人が辞めないとか、どこの地域の話なんですか地方では予算が足らず、会計年度職員でやりくり、1日8000円から9000円ぐらいで作業員を募集しています。しかも会計年度職員は非正規なので、首を切られるのが確定しているから人が集まらず、年配の人ばかりの応募、プラス、人手不足で問題になっています。さすがにその賃金じゃ、あの過酷な作業はできないです。誇りとかやりがいとかはあるかもしれませんが、やはり適切な報酬あっての話です。ありがとうございますの言葉だけじゃ、飯は食えません。 口コミ11。現役です。年収400万で、時間は朝の6時から12時の休憩1時間込み。件数は57件で、休日は日曜のみです。とにかく朝早いのが辛いですね。21時には就寝しないといけませんから、飲み会はダメ。また、切った木がたくさん入っている袋が重いですね。あと、老人ホーム付近でおむつが入った袋の山。匂いについては慣れますね。 服は雨がっぱなどを着ていれば全く染みつきませんから。ただ離職率は高いです。今の職場は長い人で4年。体が使えなくなったら続けられない仕事ですから、次の仕事を探している人も多いのが実情。口コミ12。東京23区の場合だと、1、各区役所が軸所有収集者で役所の職員が回収を行う直営者。2、養生会社と各区役所が契約。車両とドライバーを清掃事務所に派遣し、作業員は職員なり派遣を乗せて収集する養生者。 この2パターンがある。ちなみにゴミ回収は警察官と同じ公務員でもあるから、闇雲にけなすと威力業務妨害になる。公務執行妨害よりも成立条件が緩いから、絶対に馬鹿にしてはいけない。口コミ13 都内だけど、実動4時間ぐらいで日給1万円もらえる。汚れに抵抗がなければいい仕事だと思う。遅くても15時ぐらいに退勤できるし。故障予防で、ザムストの腰とアキレス腱用のサポーター、ランニングシューズ用のゲルを搭載したアシックスの安全靴。靴が一番大事で、スポーツ用の靴を取り扱っていないメーカーの靴はダメ。 クッション性が終わっている。そのため履いていると余計に疲れるし足を故障する。ドライバーになると戦車やらで勤務時間が30分ぐらい増えるけど、ほぼ運転で月40万ちょい。降りてもボタンを押すだけだし楽。口コミ14。 8時頃に出勤、着替えて8時半に作業を開始。12時に起床して1時間休憩。その後、収集作業を行い、15時から15時半頃に終了。16時以降、帰ってきた職員から大浴場で汗を流す。公務員がやっている清掃事務所はほぼ大浴場がある。焼却施設から発生する余熱でお湯を沸かす。温水プールを併設しているところもある。ほとんどの自治体だと、給料は月額で19歳18万、40歳40万、定年前には55から60万くらい。なお、ゴミ収集は今、 今ほとんど採用がない口コミ15 4トンパッカーのドライバー、助手はかなりきつい。ぎっくり腰もそうだが、毎回飛び降りるので足腰をやる。それに人間関係もギスギス。応援もあるのでどうしてもできる人に幸せがいく。公務員や事業主で権利を持つならいいけど、民間委託の雇われ従業員ならおすすめしない。地域によっては低賃金、重労働、クレーマー、イチャモン、逆ギレ王子でストレス肩で体を壊したり、精神を病む。ちなみに仕事に慣れてくると、捨てられているゴミで地域の生活水準が分かったりもする。 口コミ16女性ですが公務員のゴミ収集作業員をやっています。年収は500万円以上です。毎日定時で帰れますし、有給は年間20日でフル消化しかも毎月2日の生理休暇があるので交代具。ただ収集が終わった後の洗車タイムはなかなか辛いです。洗車中は口呼吸をしていても、後で鼻呼吸をすると鼻の粘膜に匂いがこびりつきます。ホースで跳ねかかるゴミ汁が服につくその匂いときたら。 正直、これだけの仕事でこの給料は厳しいです。リチウム、ライターの分別ができていないとすぐに火災、危険な仕事でもあります。口コミ、17。収集作業員2名と清掃者の運転手の合計3名のチーム。実は夏も長袖だから匂いは全然取れますよ。それより嫌だったのが、シャンプーとかボディーソープの使い回しと、新人は走るのが暗黙の了解であることです。 今は人手不足ということもあり、都内の養生会社では女性運転士や女性作業員が増えてきました。力が必要なので厳しい面もありますが、邪魔、臭いなどの罵声はほとんど聞きません。男性だとそのような罵声を受けるという話もたびたび聞きますが、むしろ頑張れ、ありがとうの方が多いです。口コミ、18。 経験者です。いわゆる公務員からの委託業者は、ドライバーと回収する作業員とで役割分担されています。民間の直営だと、ドライバー兼作業員となりますので、肉体的に非常に大変そうでした。私は委託作業員でしたが、実動時間は4時間程度で、あとは休憩時間でした。6時半に出社し、14時には退社できるような環境でしたが、基本週6日勤務で、連休は年間通してほぼ皆無。さらには相方との年齢ギャップや、ドライバーとの相性、車内喫煙に耐えられるか、 一生この仕事でよいか、などなど、様々な不安要素により、収集員はどこも人手不足です。口コミ、19。 ゴミ収集員をしていました。ほぼ週休1日で、盆、正月、ゴールデンウィーク連休なし、社内カレンダーは休みなのに、市内ゴミを回収し終えたら、契約している事業所のゴミ収集浄化層の点検業務が待っていました。腰はやりますね。コルセット必須な仕事。それで手取りは月15万円くらいで、やってられずに退職。私が以前勤務していた環境関連会社は、都市部ではなく田舎でしたから、都会だと待遇が違うのかもしれません。 給料が低いのはその地方の他の業者に合わせるためと先輩が言っていたのを思い出しました。口コミ20。これで最後です。ゴミ回収者の運転手をやっているけど、まず公務員じゃない。週休1日の7時から17時で休憩1時間プラスアルファ。手取り25万円で風呂に入らないで帰宅。早出の分プラスアルファで一応形式上は残業35時間。ちなみに夏より雨の日の方が嫌。 もっと条件の悪いところだと正規パート扱い実働時間分だけの時給制で高速待機時間は給料なしみなし残業で日給額面1万円とかもある公務員のゴミ収集員になれたら超勝ち組ちなみに非正規じゃなくて正規職員の話以上がゴミ収集員の当事者の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてくださいはい本日の動画いかがでしたでしょうか 今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。